2B2 のトーキンリズム&ブルースということで、はい、ファンキエスとファンカリズム、うん、配信ライブが、うん、11月30日か。そうだね。ね。この間です。行われまして、はい、無事終了しましたということで、うん、改めてこういう感じでさ、うん、そのお客さんを入れたライブハウスでやりたいなっていうのを思ったね。なんかやってみて思いますね。特にね、こういう、うん、やっぱりなんていうの、乗らせるような曲っていうんですかね、踊らせるような楽曲ってやっぱさ、ねえねえ、まあやってる方はもちろんノリノリでやってんだけどさ、うん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 、やっぱりそのほらこれやることでどんな感じになるかなってこう見ながらやるとまた全然またノリが違うじゃないですかね。やっぱりやる方、そのグルーブも追加されるんだよね、うん、やっぱ ね。これはやりたいなと思ったしね、面白いなと思いましたね。だから、うん、今年は本当はさ、あの神戸のさ、うん、ああ、そっかそっか。あそこの。月世界。月世界。うん。うん、あそこで、そういうファンク縛りでね。うん。会場の雰囲気もいいからっつってさ。ああ、そっかそっか。そう言ってたね。言ってたじゃない。うん。ミラーボールとか回してね。うん、うん。そう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 。うん。で、ちょっとダンスホール感あるからさ、とかさ、うんうん、みんなで企画してて。そうだそうだ。だから、来年の3月にはそこで、うん。できるんじゃないかなっていう振り返りね、今、あの、予定はしてるから。そうかそうか、そうだそうだ。だからそうそう、今回のこの感じにまたさらにこうプラスアルファされることもあると思うけども、そうですね、ファンク縛りでさまたこうやれるっていうんで、うん、より楽しみになったなっつうのはね、この間やってみて思ったね。実際ね、そのね、お客さんの前でやるってことを考えるとね、そうそうワクワクしますよね。これで、そう、どうなるのかっていうのあるよね。まあ、踊るというか、うん、みんなこう、体を揺らして、乗ってくれるんだろうなっていう絵は想像できるけど、うんうん、さらにこの、なんかこう、やっていく中で、どうなるのか、さらにこう、うん、違うものがこう見えそうな感じがしてて、ね。非常に楽しみだなと思います。なんか、スクービーの、特にその、この間のファンキエストファンカリズムの方はさ、うん、もう本当にその言葉にしたらファンクっていう部分に特化したから、うん、要はさ、まあ、俺らいろんな、まあ、楽曲のタイプが、要素があるけど、そうですね、タイプ分けできるんだけどさ、うんうん、例えばまあ、歌物、まあ簡単に言うと歌物とか、うんうん、それからロックっぽいものとかさ、うんうん、いろいろ、まあ、ジャンル分け、住み分けできるんだけど、その中でもまあそのリズムとかリフをまあ強調したもの、うんうん、そのでまあだからグルーヴ感というかノリ一発というかさ、うん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 、そういうとこを特化したものだけっていうセットリストって案外実はさやってきたようでやってないっていうかさ、そうね、どうしてもさほらみんなサービス精神が豊かだから俺だけだと飽きられちゃうかなとかってああそうね、やっぱりさ、割とそうアラカルト思考ありますよね。焼肉弁当で本当に焼肉しか入ってないと飽きちゃうかなと思ってちょっとほら野菜も入れてでやっぱそうね、お魚も入れた方がいいかなとかさ、甘いのも最後につけてみたいなねそうそう、スイーツもつけちゃうなんて、デザートっぽいのも入れた方がいいかなとかさ、わかるわかる、いろいろいつもやっちゃうんだけどさ、そうね、今回は割と本当配信ってこともあって、そうだね、確かに確かに。なんか、ちょっと思い切ってさ、もう、うんうん、本当に、ご飯の上に焼肉しか乗っかってませんけど、どうですかっていう感じで、そうね。やって、それが、でも逆に、それがすごく、なんか、わかりやすかったし、ね、うんうん、なんかね、やってて自分でもね、バンドの本質みたいなものをね、いろいろ考えて、あ、スクービーってやっぱこういうバンドだなって思ったのはね、なんか、その、ほら、まあ、いろんなタイプの曲があるって言ったんだけどさ、うんうんうん、いろんなタイプの曲を、やっぱりそのバンド編成でやる。しかも、やっぱギターが一本でやってるっていうところが、そうね、確かに確かに。やっぱり最大の、このスクービーの、まあ、フォーマットっていうかさ、うんうんうん、他にない、部分なんだなっていうのを改めて思って、ね、やっぱりさそうだ、ねうん、オリジナルな部分だねそこはね、そうそう、うんうん、ロックバンドだからさ、やっぱりロックバンドの場合は、うんうん、まあ簡単に言っちゃうとさ
まあ今は少ないかもしれないけど、うん、やっぱそのソウルに影響を受けたとかさ、うん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 、ファンキーなものをやろうってなったとしてもさ、割とギターが一本で、まあ、3ピース、うんうん、4ピースのタイプのバンドなんだ。やっぱある程度ギターが、こう、中心になってさ、ある意味ギターに演奏を寄せていくっていうか、だから、簡単に言っちゃうと、ギターがもう少しさ、こう、オーバードライブというか、ディストーショナルなサウンドにしてしまって、なるほど。で、そこに、まあ、ドラムとベースがアンサンブルを寄せていって、で、だから結局そのソウルっぽいとかさ、ファンキー、ファンクっぽいみたいな楽曲を演奏スタイルとして、バンドのスタイルとして演奏したとしても、割とさ、うんうん、まあロックバンド全とした感じなアレンジになることが多いと思うんだけど、ギターロック的なことだよね。ギターロック的なところに落としどころが、そうそうそう、大体ギターロック的なところに落としどころがいくんだけど、わかるわかる、うんうん。スクービーの場合は、割とそのギターオリエンテッドな部分ももちろんあるんだけど、うんうん、そこだけじゃなくて、やっぱギターがそこまでディストーショナブルな音遣いにしてないから、そうですね。逆に言うとさ、うんうん、もう少しさ、その原曲に近いっていうか、原曲のそのブラックフィーリング、まあソウルミュージック、元々のね、ソウルミュージック、そうそう、うんうん、オリジナルの感覚に近いところで、まあサウンド作りはされてて、うん、だから、ある意味、その、ギターロック感は、気迫なんだけど、逆に、そっか、そうだね。そうそう、うん。逆にね、なんかそこが、他にいないギターロックバンドなんだなっていう感じが、我ながら、すごく知って、うんうんうん、なんか、確かに、うん、なんかね、だから、面白いなと思ったんだよね。その、なんていうの？だから、例えばさ、曲がさ、まあ、一本の道だとして、うんうん、なんかそのいわゆる普通のギターロックバンドっていうのはその道の上をさ、まあみんながこう自分のがね、こう自分のアイデアでいろいろこう道の上をこう何かこうやりながらまあ進んでいくっていう感じ、うんうん、まあそれがアンサンブルになるって感じなんだけど、うんうん、スクービーの楽曲っていうのはその道に例えると、うん、もう道をなんていうのそれぞれのさメンバーがこう、うん、作りながらこう進んでいくっていうかさ、おだからなんていうのかな、やっぱりそのあるものにただ乗っけていくんじゃ面白くなくて、うんうん、そのなかったものをやっぱ自分たちの感覚で自分たちの楽器パートを使って構築していく。で、それが、うん、だから、なんていうのかな、ただ技術に頼っていくんじゃなくて、やっぱり、アイデアを、出しながら、そうやってこう、道を作っていくような作業っていうかさ、うん、そういう楽曲っていうか、うんうん、あ、うんうん、それがまあ、スクービーのまあ、最大のまあ、魅力であり、武器なんだなと思って。なるほど、なるほど。なんかね、その、うん、この間のその、ファンキエストファンカリズムっていう、まあ、セットリストが割と、本当に偏ったもんだったから、うんうん、それをちょっと演奏しながら、練習しながら、ちょっと思ってたんですけど、なんかね、そういう、だからこれはちょっと、絶やしてはいけないなと思ってね、自分でも。ああ、この感じを。この感覚をね。確かに他にね、あんまないよね。なんかさ、そうなんだよね。うん、で、黒いものとかってやろうとすると、今はみんな、そのね、うん、若手もクオリティが上がってるから、まあ、うん、そこに例えば、ね、鍵盤を足していくとか、本を足していくとかっては、大編成にしていくパターンもあれば、うんうんうん、もう極度に音数を減らしてしまって、すっかすかなところで、こう、いわゆる、なんか、リリックで聴かせる音楽にしていくとかって、いろいろやり方があるんだけど、割とそのどっちの道も選ばずに、純粋にロック編成のままでいながら、そうね、ロックバンドとしての勢いをちゃんと保ちながらも、そのちゃんとルーツも、しっかり感じさせておくっていうのをやってるのってなかなかやっぱないなと思ってさ。うんうんうん。そうだね。だから、うん、ロックの装備で、うん、こう、ロックのまんま、うん、パンクするっていうことより、実は、うん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 、ファンクの装備の最小限でものすげえロックしてるっていう方向なのかな、俺らは。ああ、そうだろうね。言葉にするとね。スクービードゥってさ、うんうん。だから、そうだね。そのいわゆるディストーショナルでもないし、ギターもね、うん、クリーンというかナチュラルな音作りだし、うんうん、ドラムもベースもまあ、どっちかって言ったら、そんなにこう、
ね、ものすごく歪ませてるとか、うんうん、そういうことでもないし。割とみんなさ、でかい、うんうん、ね、楽器の、その、本当自分のいい、生のさ、いい音っていうのを、持ち寄りながら、そうそう。だけどさ、なんていうのかな、それを、ただそれぞれの、まあ、技術だけに頼って、なんかその、すでにある整地された一本道を、その、技術を頼りに通過していくわけじゃなくて、そうね、やっぱそれをさ、なんかまあ、技術を伴わないとしても、何かこう、アイデアとかで、その、道を作っていく感覚みたいな感じが、なんかすごい面白くてさ。なるほど。うん、なんか、わ、すげえ、独特なんだなと思って。独特だよね。なと思ってさ、うんうんうん。なんかね、自分の曲を、そのライブのね、アーカイブもちょっと見たりしながら、ああ、なんか、面白いことやってんだなと思って。そうね、なんか自分でね、自分たちを改めて。まあ、今回ほら、結構昔の曲とかさ、ライブで全然やってなかった曲とかも結構やったじゃないですか。うん、そうね。ね。ほぼ、もう2回目ぐらいの曲とかもあったもんね、そうそうそうね、ライブでね。ね、うんうんうん。でもそういう曲こそ、ほどさ、なんかそういう風な、あ、なんか、すごい、耳障りすごいシンプルなんだけど、すごく、だからそうやって道を作った痕跡が、すごい残ってるっていうか。うんうん、なるほど、なるほど。うん、ああ、面白いなと思ってさ。だからなんか俺も、もうちょっと、ファンクみたいなのがなるとさ、まあ、うんうん、テンポ感的にもさ、うん、ちょっとこう落ちるっていうか、うんうん、で、こう、溜まったビート感みたいなところの、ざっくりとしたイメージがあるから、もうちょっとこう、まったりするのかなと思ったのよ、なんか。うんうん、ライブの感じが。うん、こう、グルーブでこう乗れる感じに、うんうん、で終わるのかなと思ったら、うんうん、やっぱ全然そんなことないのね。そうね、なんかね、うん、スクービードゥの場合、上げ上げで終わってたもんね。なんかね、こんななんだみたいなさ、すごいアッパーだったね。リハではやってんだけど、うん、なんか改めてこうさ、ガーンと一つながりでやってみると、うんうんうん、ハードコアファストファンクっていうかさ、なんかね、あ、こうやっぱだからロックとファンクの最高沸点、うん、ファンカリズムとかっつってさ、うんうん、ちょっとこうキャッチフレーズ的に自分たちで作って言ってたけど、うんうん、結構伊達じゃないなっていうかさ、そうね、このやり方っつうのはさ、うん、結構それでやっぱなんかまあそんなこう形のないものだから、うん、本当にリーダーが今言ってた通りさ、アイデアと妄想力でさ、うん、なんかこういうことなんじゃねえのか、こうした方がもっと上がるしかっこいいんじゃない、ファンク的にみたいなところでさ、うんうんうん、こうきっと突き詰めてたと思うんだけど、うんうん、そういう、そうだね、本当痕跡はあったよね、なんかこうそういうものを作ってたんだなっていうのはね。なんかさ、田島隆夫さんと対談した時にさ、うんうんうん、ね、自分がやってるのは、まあ、ポップスなんだけど、まあ、そのソウルミュージックとかの影響を受けて、やっぱ黒いものがやりたいって言ってたんだけどさ、うんうん、でも、バンドがやるソウルが好きなんだよって言ってて。ああ、うん、だから、言ったね、言ったね。ね、久保田利伸さんとは違うんだよって言っててさ。そうだね。やっぱり、いわゆる R&B 的なこう歌物っていうことではなくて、そうそうそう、バンドがやるブラックミュージックって言ってたから、うんうんうん、あ、その感覚だなと思って。でやっぱりそこってバンドなので、うんうんうん、やっぱり楽器を持ち寄った部分でのやっぱアイデアっていうのがあるんだよね。で、それが、うんうんうん、それこそがやっぱそのバンドの意味合いで、うんうん、だからなんかすごくそれをね、改めて実感した一夜でしたね。いやー、うん、なかなかだ、うん、面白かったね、楽しかったね、すごいね、うん、で、最終的にはやっぱりこうなんか、ドカーンと、ドカーンと行くという、うんうん、ドカーンと爆発するという感じがね。うん、でこれは、まだアーカイブが残っていますから。うん、はい、7日までかな。7日までだね。はい。途中でね、ファンク講座もあったりしてね。あれもなかなか。即席ファンク講座、ね。あれなかなか気が利いてましたね。気が利いてますよ。ええ。これあそこだけでも何回でもね、見てもいいぐらい、ね。本当、永久保存版ぐらいの価値がね。はい。あるんで、ぜひとも楽しんでほしい。はい。ということで、うん、ファンキャスト、ファンカリズムっていうライブがありましたが、はい。そんなスクービードゥ、うん。いろいろとお知らせがありますね、今月はね。うんうん、はい。何から言おうか。うん。まず、うん、CD か。CD が出ます。うん、はい。イェイ。
これがニューリリースで、うん、この間の配信ライブでもちょっと言ったけどね、はい、両 A 面シングル、はい、同じ風に吹かれて、うん、アライブソング、はい、新曲2曲が入った CD が出ます。お願いします。これがね、これは、うん、あれだよね、うん、ライブボーナストラックがつくということで。そうなんですよ。ボーナストラックにね、うん、9月30日にやった、死んだいたフィーバーのね、うん、ハード、これはハードフレアナイトって言って、こっちはね、もう古い曲ばっかりをやったんですけども、そうだね。こっからよりすぐって10曲もボーナストラックにやっちゃうということで、うん、すごい。もう、マンモスシングルですよね。マンモスシングルですから。全12曲入って、これ、2000円で通販。2000円で。通販限定でね、とりあえず。ひとまずね、ひとまず通販で買えるようにしますんで。うん、これがね、うん、12月9日に、あ、来週ですね。発売開始。あ、ということで。これは絶対チェックしてもらいたいですね。これはね、うん、うん、通販だからね、手に入れられると思うんで。ね、ポチればいいだけですからね。はい、そうです。ポチッとすれば手に入るシステムを今段取ってますから。はい。これはぜひとも、期待して待っててほしい。はい。そして配信ライブもまだまだやるよということで、はい、12月の27日、うん、年忘れリクエストベスト10ということで、はい、うん、毎年横浜でねやってるね、うん、その場でこうリクエストしてベスト10でやるっていうのが毎年やってたんですが、うん、今年は配信ライブで、スクービーズのオリジナル楽曲全曲をリクエストして、うん、それでベスト10を決めてやろうという。そうですね、すごいね、これもね。これね、これファニコンというのは我々 のファンクラブアプリ、うんうん、そこに登録していただけると投票できるのでね、いやらしくこう、ね、ファンクラブに導入させようとする、誘導させようとする、システムを採用しておりますけれども、いやらしくもないと思いますけど。だってほら、ファニコンでも今回は見れるらしいよ。あ、そうだよね。しかもファニコンだとちょっとチケットが安いなんて言って、うんうん、あ、そうそうそう。本当にね、よろしくお願いします、皆さん。東京も12月9日からこれ始まるらしいんで。はい。はい、よろしくお願いいたします。ぜひとも。そして、はい。その他のライブ情報、リーダー、12月9日に。あ、そうです。僕、12月9日、バンドマンもジャズリオル、うん、ピアニストの別所和弘くんと一緒にやってますけども、これを、うん、青山の月見る君を思う。で、有観客配信ライブになりますので、会場にもお越しに来れますし、まあ、配信でも見れますし、まあ、お越しの際の、お越しの予定の方は、ぜひ、感染予防のためにね、ガイドラインをちょっと、うんうんうん、ライブハウスのガイドラインチェックしていただいて、来ていただけたらと思います。うんうん、はい、楽しみですね。12月9日、はい、うん、そして我々スクービー2も、はい、来年にね、1月8日に、はい、早々に明けましておめでとうということで、スクービー2の配信ライブ、うん、ボリューム3を行いますんで、これは、はい、また12月の5日ぐらいに告知がされますので、うん、そこら辺を見ていただきつつ、あとね、僕ね、私事なんですけど、はい、2月のね、19日にね、うん、ラママ、渋谷ラママと、うん、サンデー神出くんが一緒に共同開催してるイベントにね、うん、出ることになりまして、うん、はい、これが何をするのかよくわからないんですけど、うんうん、多分、歌ったり、おしゃべりしたりするんじゃないかと思いますが、はい、これもね、有観客でチケットを売って、見れるし配信もやるしっていうことなんで、これもホームページなんかでチェックしてみてください。はい、ということで、はい、うん、じゃあ今週はこんな感じで、はい、また来週。